ちょっと今回ね、緊急で動画を回させてもらってるんですけど、緊急でってほんまに緊急すぎてやばいな。私、ちょっと緊急の緊急すぎて、ヒカルさんのパクリなんですけど、でもやってみたかったな、みゆこういうの。わかる？ちょっと緊急で動画撮ってます。緊急で動画撮るって何なんと思うんだけど、マジの緊急で動画撮ってます。いや、もうちょっと言いたいだけのところもありますよね。ちょっと言いたいだけのところもあるんですけど、ガチのすっぴんで、緊急で動画撮らせてもらってるんですけど、それなんで今撮らせてもらってるかって言ったら、昨日ね、私が上げた案件の動画あるんですけど、コメント欄に、私 YouTube のコメント欄は、もう引退式のコメントが嬉しすぎて、みんなからの声をちゃんと受け止めて、ファンのこのみんながどう思ってくれてるかとか確かめたくてコメント欄を見るようにしてて、で、昨日の動画も、コメント欄見させてもらったんですけど、結構案件ばっかやりすぎやるとか案件やばい案件しすぎっていうコメントをたくさんいただいてたんですけど、いただいてた、たくさん書かれてたんですけど、案件は正直これからも受けますし、なんなら今週も動画撮ってあるのあげますし、あなたたちに何言われても撮るんですよ、これからも。だけどその案件って言うけど、まだ2回しか上げてないもんな。今月、そうですね、今月2回ですね。今月だから2回しか上げてないのに、なんやろな、多分、そういうコメントする人らって、私に多分、みゆって、こう、トゲトゲしい部分があったり、突っ込みどころ満載やったと思うんですけど、私最近穏やかに過ごしすぎて、多分私に突っ込むところがなさすぎて、言えるとこがそこしかないから、そこにバーってみんな、こう、反撃したいと思うんですけど、私は、そいつらに向けて攻撃したいんじゃなくて、そいつらに言うんじゃなくて、みゆは、ファンの子らに言いたくてこの動画を撮ってるんですけど、みゆは、その案件って言っても、まあ正直、めちゃくちゃこう、お声をね、いただいてるんですけど、で、すごい案件の数が毎月来るんですね。で、その中でも私は、あ、これをみゆのファンのみんなに紹介したら、みんなは、みゆがいいと思ってるから、みゆのことを好きでいてくれるみんなは、みんなもいいって思ってくれるよなっていう商品しかぶっちゃけ受けてないんですよ、案件。だから全部を受けてるってわけじゃなくて、みゆもこの商品やったらみんなに紹介しても、みんなも喜んでくれるかなっていうとしか選んでないから、別にね、私ね、その案件の動画を紹介して、その、買えとも言ってないし、別にみゆはいいなと思ったから、みんなもそれをいいと思ってくれたら、買ってくれたらいいだけの話であって、別に無理やり強要しようともしないし、結局私の動画見てってことは、あなたたち私のこと好きやから見てるんですよね、っていう感じの話なんで、どうでもいいんですよ、別に。こいつらって言ったらまた怒られるから、あれやけど。だから、そういうのじゃなくて、もうなんでこの動画を撮ってるかって言ったら、一言だけ言いますけど、私は今後も案件やりますし、やっぱお話をいただけるってことは、私に紹介してほしいっていう、その企業さんも思ってくれてるから、私も嬉しいし、あ、ここの会社やったら私も受けたいなとか思って、紹介させてもらうし、今後もやらせていてもらうんですけど、で、昨日の動画もね、上がって、何やったっけ、楽天1位。はい、楽天のカテゴリーランキング1位。カテゴリーランキング1位にもなって、もう私からしたら、私もいいと思ったもんを紹介させてもらって、みんなもそうやって思ってくれたら、そういうのも嬉しいし、なんか、みゆのファンの子らって、みゆちゃんこんなん書かれて、いや違うみたいな感じでこう反論してくれんやんか。わかる？コメントでたまにさ、こう言い合ってるやんか。いやいや、それでも、みゆちゃんが見れるだけ嬉しいとかさ、とかいろいろ書いてくれてるやんか。だから、そういうコメントをしてくるやつも、みゆのこと結局好きやから、この動画見てるから、みゆは、それも視聴者やから、みゆ、それはそれでいいやんか。見てくれてるもん。ただ、その言い返してるファンの子たちとかを見て、この動画撮りたいなと思ったわけ。だから、その、私は、そんなコメントもどうでもよくて、全く気にしないんで、みゆのファンの皆さんは、安心してください。そんな奴らに言い返す価値もないからやめてくださいね。みゆがいいなと思ったことをみんなに届けていきたいだけやから、それは今まで通りみんながいいと思ったら買ってくれたらいいだけの話やしっていう。でもこれ、今ここで言っとかないと、また次案件のやつあったら、今週もあるし、あったら、多分こいつらって、みゆがいい子ちゃんすぎて、ここやと思って言ってきてるかもしれないけど、いやいやいや、今週も撮るんで、これからも撮り続けるんで、というのを言っとかないと、こいつらエンドレスの同じ繰り返しになるかなと思って、ちょっと、あとファンのみんなに、みゆがいいと思ったもんを、みんなにもいいと思って欲しくてってやってるだけやからっていうのを伝えようと思って、そんなしょうもない相手に、みゆは無やんか。みゆは、そいつらに対して無やけど、そうなってんのが嫌やから、と思って、ちょっと撮らせていただいたんですけれども、まあ、ね、今後も引き続き、そのみゆチャンネルを皆様に楽しんでいただけるように、いろいろ企画も練って、作戦会議してたもんな、今日も。今日もさせていただきました。してたんで、はい。引き続きお楽しみにしていただけたらなと思います。はい。じゃあ今日は、この辺で緊急動画を終わりたいと思います。みゆチャンネルの方、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。